はい、こんにちは。今日は LSD で、ね、ラーメンを作ります。はい、これで今からラーメンを作ります。じゃあやりましょう。で、入れたら、まあできるわけで、簡単で、ちょっと、まあ細かく、する。まあ粗めんざい作るんですね。で、とりあえずこの蓋上げて、少しだけ入れて、ロール感覚を調整しますね。ロール感覚を調整したら、このボタン。で、LSD は自動的に、ロール感覚は調整してくれますか。これ見てください。チビとヤマトは、まあ、粗めんざい、国語の時は4です。で、生地は今入ってますね。で、出てきたら、で、自動で巻いていきます。はい、じゃあ今、粗めんざい終わりましたので、一つのめんざいは2つに分けて。じゃあ、複合いきます。で、複合のは、この2枚を重ねて、で、ここに入れて、で、一つ面台になります。じゃあ、ここ行きますね。これも自動的に、ロール感覚は調整してくれます。で、この時はもうこの蓋は開けなくてもいいです。で、出てきたら、また、巻いていきます。で、最後はこの、まあ、一個長いと短いのところあるんですね。これも、半分を上げる時はもう、もう大体で半分を上げてから。で、この時はもう長いの方に、短いの方に、1回目終わりました。で、今から2回目にします。で、同じに力はこんな感じ。1回終わりました。圧線していきます。面台を薄く圧線していきます。このボタンだけで。この筋を、この段階を調整してくるんです。で、この時はもう、ロール3。さっきは、粗面台、複合の時は4。だけど、圧線からはもう7にしてもいいです。はい、今から1回目、圧線で終わりました。で、終わったら、とりあえず実際の厚みを測ります。で、さっきはロール感覚は2で設定してるんですけど、実際の厚みは多分ちょっと誤差が出るので、実際の厚みを測ります。2.5 ですね。で、ロール感覚は2の時は、実際の面台の厚みは 2.5 なので、0.5 の誤差があります。同じに、ボタンを押したら自動的に厚みを調整してくれます。はい、今、圧線2回目終わりました。はい、じゃあまた実際の厚みを測ります。1.7、1.4、のロール感覚で、次は 1.7、0.3 の誤差があります。で、目標は 1.5 だから、まあ、1.5 で 0.3 の誤差を計算して、1.2。ちょっと今日は、プールの、新幹線2番の、まあ、面になりますね。はい。こちらは、製麺機使う切り刃です。で、今日は20番で使います。今から切り刃を入れますね。はい、こちら、切り刃入れると思います。で、とりあえず20番の切り刃を入れます。台があるから、台の上に乗せて、で、奥まで入りました。これも出てこないから、蓋を閉めます。いや、もう、プチとですね、まあ、面材がつくと、プチとは必要です。はい、こちら。で、面材を入れます。面をカットするときは、こちらのボタンを使います。で、こっちは、面線の長さの調整。で、スタートと、ストップ。まあ、面線出てきたときは、間に合わなかったら、こっちで踏んだら、ゆっくりになりますね。はい、じゃあ、カットしていきます。で、ボタンを押したら、切り刃も入ってます。もう面材も入ります。で、こっちから出るので、で、出てきたら、こっちに。はい、中に入りました。で、面線面を流していきます。はい、じゃあ、これで、ね、面を作りました。はい。今日は LSP で中華製の湯葉の麺を作
作りました。ありがとうございました。